It is said that the Rosicrucian movement is a mystical movement that originated in ancient Egypt and is linked to early Christianity by the Gnostics. According to legend, it was founded by Ormus, a Gnostic of Alexandria, who converted to Christianity in 46 AD.by Mark, the 12 apostles. バラ十字運動についてグノーシス教団の方では、古代エジプトを起源とし初期のキリスト教と結びついたと言われている神秘主義運動と言われています。伝説によれば、紀元46年、紀元46年に十二使徒のマルコによってキリスト教に改宗したアレクサンドリアのグノーシス主義者オルムスによって創設されたと言われています。広瀬林、浜松シティジャパン、ジョン・ザ・28th 2023。一方、ウィキペディア英語版の方では、次のように説明しています。Rosicrucianism is a spiritual and cultural movement that arose in Europe in the early 17th century after the publication of several texts announcing to the world a new esoteric order. Rosicrucianism is symbolized by the rosy cross or rose cross.つまり、バラ十字団は17世紀の初頭にドイツで宣言書を発表した友愛組織と、この宣言書ではクリスチャン・ローゼンクロイツという謎の人物によって15世紀に創設された秘密の組織であるとされています。宣言書の趣旨はヨーロッパの学者と投資者に宛てた改革の訴えであり、秘密の知識を公開することを申し出ていたということになっています。On the other hand, there is also this painting here I show you now. This is a painting byJohn Theodore Jellicoe, entitled The Raft of the Medusa in 1819. In the picture, there are hidden facts that John Jellicoe had no way of knowing, never. In the painting, which I will explain this video, is Jesus and his 19 disciples.And please notice that the composition is exactly the same as the composition of the Battle of Cascina, which was painted 300 years before and is said to have been painted by Michelangelo Bernini. Jesus and his 19 disciples are also drawn in the Battle of Cascina. In these two paintings,Jesus is depicted in common with a wreath on his head. To put it simply, these two paintings are not painted by humans, but the paintings that express the definition of God given by God as a message to humans. Please have a look at the corona or flower crown of Jesus.Drawn by John Jellicoe, and please make sure that it is to be the flower crown of white roses or the symbolic flower of the Rosicrucianism. So, if I were to preface the composition, it would be the white rose of Rosicrucianism. In other words, Rosicrucianism is a legitimate Christian religionLeft by Jesus himself. This is a message from
Jesus himself as well as the definition of God. I, Hiroshi Hayashi, will explain this to you in a series of videos with evidence.一方、こんな絵画もあります。ジャン・テオドール・ジェリコーが1819年に描いたメデュース号のイカダと題された絵画です。その絵の中には、当時のジャン・ジェリコーが絶対に知る由もなかった事実が隠されていました。絶対にです。それについてはこの動画の中で説明しますが、その絵の中にはイエスと19人の弟子が描かれていました。そしてその構図は、その300年前に描かれたミケランジェロ・ブラヌティが描いたと言われているカッシナの戦いの絵の構図と全く同じです。そのカッシナの戦いの絵の中にも、やはりイエスと19人の弟子が描かれていました。これら2枚の絵の中には、共通してイエスが描かれ、その頭には花冠、王冠が描かれていました。わかりやすく言えば、これら2枚の絵画は人間が描いたものではなく、神がメッセージとして人間に与えた、つまりは神の定義を表した絵画ということになります。で、ジェリコーの描いたイエスの花冠は、白いバラの花冠であることがわかります。つまり、結論を前もって話すなら、ロシクルシアニズム、つまり、バラ十字団の白いバラということになります。現在のバラ十字教団のシンボリックな象徴となっている白いバラです。つまり、ロシクルシアニズム、つまり、バラ十字教団こそがイエスが残した正当なキリスト教団ということになります。つまり、これが神自身が人間に残した神の定義であると同時に、神が人間に与えたメッセージということになります。そのことを私、林浩司は一連の動画の中で証拠を添えて、皆さんに説明します。だけもう一度画面を見ながら説明します。今ご覧いただいているのはですね、ジャン・ジェリコーがメデュース号のイカダの中に書いた、私林浩司がですねイエスと判断した人物です。それについてはこの後詳しく説明しますが、頭に花冠をかぶっている点に注意してください。でこれは何かということなんですけども、私林浩司はですねバラの花冠と判断しました。一部バラの花になっているところがあります。全体として見るとですね、鉢巻きのように目も見えますけども、私は、花冠と判断したわけですね。で白いバラとつながってですね、右下のつまりはバラ十字、教団のですね白いバラとつながっていくということになります。つまりジャン・ジェリコはですね、このような形でここに描かれているのは王冠をかぶったイエスであるということを示したということになります。もちろんそんな説明はですね、このメディウス号の絵の中には一切ありません。つまり、この絵を描いたと言われているジャン・ジェリコーもですね、これが何の絵であるかわからないままこの絵を発表したということになります。つまり、神の絵だということですね。で、グノーシスの方ではですね、十二使徒のマルコがですね、の指導によってですね、紀元後ですね、46年、イエスが亡くなったと言われている33年から13年後に、設立されたと。でグノーシス主義者のオルムスという方がですね、その教団を立ち上げたということになっています。
が現在ですね、このグノーシスについてもですね、一切ウィキペディアの方ではですね、説明されていません。あくまでも17世紀に設立された教団であるなどというようなことをして言ってですね、まあ、つまりは、まあ、どこか歪んだ情報をですね、私たちに伝えているということになります。で、先ほども言いましたようにですね、この、なんて言いますか、グノーシス教団こそがですね、イエス自身が直接立ち上げたキリスト教団ということになるのではないかと、私、林浩司は考えています。続く動画の中でですね、つまり、マリアの迫害を逃れてですね、イエスと19人の弟子たちがですね、エルサレムから地中海を渡って、現在のフランスの南部、南西部の海岸ですね、南東部の海岸ですね、に漂着したと私は考えています。その証拠がですね、まあ、皆さんにご覧いただきました、グノーシス、まあの、バラの、白いバラの冠をかぶっている、イエスが描かれているメディウス号の、イカだと。そして、そのさらにですね、300年昔に描かれた、ミケランジェロ・ブランチに描いたと言われている、カシの戦いの絵ということになります。まあ、つまりですね、イカダに乗ったイエス一行がですね、やがて南フランスの南東部の岩場のですね、岩場にの、いわゆる、まあその、海岸に漂着したということになります。その様子を表したのが、ミケランジェロ・ブランチの描いたと言われている、カシナの戦いの絵ということになります。This painting I'm showing you here is a painting by Jan Jericho said to have been painted in 1819 entitled The Raft of the Medusa. The painting is said to depict 15 people adrift on a raft. Any art book says so.But not 15 people. 1 plus 19 people. Carefully have a count the number of people depicted here. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. The next painting I show you here is a painting entitled The Battle of Cascina, said to have been painted in 1504 by Michelangelo Bernotti, almost 300 years earlier than Jericho's painting. 1 plus 19 people are also drawn in this picture as well. Carefully have a count of people depicted here again. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Both of these two paintings depict a person wearing a flower crown each.From the fact that they are wearing flower crowns, I have determined that these two men are the leaders or the king of the people pictured here. Then, who are these 1 plus 19 people? Why are the people on the raft in the painting painted by Jericho's painting? Also, where is theRocky seashore-like place in the painting painted by Michelangelo Bernotti. I, Hiroshi Aishi, will solve this mystery and show you the answer in this video. Hidden in these two paintings is a
very important message that God has given to mankind. Here is its proof and evidence. ここに私がお見せしている絵画は、ジャン・ジェリコーが1819年に描いたと言われているメデュース号のイカダと題された絵画です。この絵の中には、イカダに乗って漂流する15人の人物が描かれていると言われています。どんな美術書にもそう描かれていますが、15人ではありません。1+19人です。ここに書かれている人物の数を注意深く数えてみてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20人ですね。次にお見せする絵画は、ミケランジェロ・バナルティがジェリコの絵のおよそ300年ほど前の1504年に描いたと言われているカッシナの戦いと題された絵画です。この絵の中にも1+19人の人が描かれています。ここに描かれている人物を注意深く数えてみてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20人ですね。で、これら2枚の絵の中には、共に花冠、フラワークラウンをかぶった人物が描かれています。花冠をかぶっているところから、私、林浩司は、これら2人の人物は、ここに描かれている人たちの指導者、つまり、王であると判断しました。では、これらの1+19人の人たちは誰なのでしょうか。ジャン・ジェリコーの描いたイカダに乗っている人たちは、どうしてイカダに乗っているのでしょうか。また、ミケランジェロ・ブラノティが描いた奇妙な岩山は、一体どこの場所を示しているのでしょうか。私、林浩司は、この謎を解き、その答えをこの動画の中で皆さんにお見せします。この2枚の絵の中には、大変重要な、つまりは神が人間に与えた重要なメッセージが隠し込まれていました。そのことをこの動画の中で私が証明します。広し林、浜松シティ、ジャパン、June 18th, 2023. Jesus and Maria Bethany come to love each other. The proof is Gospel of John, chapter 11. イエスとベタニアのマリアは互いに愛し合うようになります。証拠はヨハネの福音書第11章です。広し林、浜松シティ、ジャパン、March 11th, 2023. Jesus and Maria Bethany escape the persecution of Inanna Maria and get married at
Renault Chateau, now in France. The proof is the Last Supper, which is said to have been painted by Leonardo da Vinci. イエスとベタニアのマリアは、異難なマリアの迫害を逃れ、レンネル・シャトーで結婚します。証拠はダ・ヴィンチが書いたとされる最後の晩餐です。At that time, Jesus and his 18 disciples, including Mary Bethany, left Jerusalem on a raft and crossed the Mediterranean Sea from east to west. Jesus and his 18 disciples then landed up on the southeastern coast of present-day France. The evidence is John Jericho's The Raft of the Medusa and Michelangelo Buonarroti's The Battle of Cascina.その時、つまりイエスとベタニアのマリアを含む18人の弟子はイカダに乗ってエルサレムを離れ、地中海を東から西へ渡ります。そしてイエスと18人の弟子は現在のフランスの南東部の海岸へたどり着きます。証拠はジャン・ジェリコの書いたメデュース号のイカダとミケランジェロ・ブラノティの書いたカッシナの戦いです。マリア・ベタニー becomes pregnant, but she is then cursed by Strix, the witch of Inanna Maria.The proof is the Annunciation, said to have been painted by Leonardo da Vinci. ベタニアのマリアは妊娠しますが、その時、イナンナ・マリアの魔女のストリックスによって呪いをかけられます。その証拠は、レオナルド・ダ・ヴィンチが書いたとされる受胎告知です。Mary Bethany's husband Jesus is murdered by three people, Inanna Maria, John the Baptist, and Judas the traitor. Mary Bethany is also abused. The proof is the entombment said to have been painted by Michelangelo Buonarroti.ベタニアのマリアの夫のイエスは、イナンナ・マリア、バプティストのヨハネ、裏切り者のユダの3人によって殺害されます。ベタニアのマリアも虐待を受けています。証拠はミケランジェロ・ブラノティが書いたとされる埋葬です。Maria Bethany is deeply saddened as she holds her late husband Jesus to her bosom. The evidence is a statue of Pietà said to have been sculpted by Michelangelo Buonarroti. ベタニアのマリアは亡き夫のイエスを胸に抱き、深い悲しみに包まれます。証拠はミケランジェロ・ブラノティが彫刻したと言われているピエタ像です。Eventually, her late husband is placed in a sarcophagus and buried somewhere on Mount Bugarach, now in France. The proof is the Arcadian pastures said to have been painted byニコラ・プーサン。やがて亡き夫イエスは石棺に納められ、南フランスのビュガラッシュ山のどこかに葬られます。証拠はニコラ・
プスさんの書いたアルカディアの牧人たちです。マリア・ベタニー then gives birth to a boy. The evidence is a Madonna and child set up and sculpted by Michelangelo Buonarroti. で、その後、ベタニアのマリアは一人の男児を産みます。証拠はミケランジェロが彫刻したと言われている聖母子像です。It goes with a saying that these paintings and sculptures introduced here are not drawn or sculpted by human artists, but are drawn or sculpted by God himself as God's messages to us humans. ここに紹介した絵画および彫刻は人間の芸術家が描いたり彫刻したものではありません。神自身が神自身のメッセージとして人間に書き与えたり彫刻したものであることは言うまでもありません。Here is a very well-known masterpiece in a greatest mystery. This painting is said to have been painted by Jean-Théodore Géricault in 1819. This painting is commonly known as Le Radeau de la Méduse or The Raft of Méduse. However, this paintingHides a very important mystery, a very important mystery of Jesus. ここに一枚の謎の名画があります。この絵は1819年にジャン・テオドール・ジェリコーが描いたものと言われています。一般にはThe Raft of Méduse、 つまりメデュース号のイカダと呼ばれている絵画ですが、この絵画には極めて重要な謎が隠されていました。つまりイエスにまつわる極めて重要な謎です。 April the 29th, 2023。First of all, this painting is also a work of God.
drawn by God himself. I am to prove it in order, but when I saw this painting, it reminds me of the Battle of Cascina, which is said to have been drawn by Michelangelo Buonarroti. The painting was very similar to the mood of Jericho's painting of the Raft of Medusa.まず最初に、この絵もまた神自身によって描かれた神の作品だということです。それについてはこれから順に証明していきますが、この絵を見て私、林浩司はミケランジェロ・バノーティが描いたとされるカッシナの戦いの絵を思い浮かべました。そのカッシナの戦いの絵がジェリコの描いたメデュースのイカダの絵の持つ雰囲気に大変よく似ていると思ったからです。But that's not all. The painting of the Battle of Cascina depicts Jesus and his 18 disciples. In other words, a total of 19 people are drawn in it. The person wearing a crown of flowers in the lower right is a king in this painting. That is to say that Jesus. I won't explain about it, but the person wearing the crown of flowers is Jesus. And please remember that there hidden in the picture of the Battle of Cascina is a number 77, 50, 27. If this is deciphered by Jewish gematria, it stands for Christ is biblical king. It means Christ is a king of the Bible. I have explained this in detail in many other videos of mine, but this fact was absolutely unknown.Not only to Michelangelo Buonarroti around 1500 years, but also to the people of that time. Because these facts are what I, Hiroshi Hayashi, have found or discovered after 2012. が、それだけではありません。カッシナの戦いの絵の中にはイエスと18人の弟子が描かれています。つまり合計19人の人たちが描かれています。右下の花冠をかぶっている人物がこの絵の中の王、つまりイエスです。それについてはもう少し後に説明しますが、この花冠をかぶっている人物こそがイエスです。そしてカッシナの戦いの絵の中には77、50、27という数字が隠されていました。この数字をユダヤのゲマトリアで解読するとキリスト、聖書の神となります。つまりキリストは聖書でいうところの神ですという意味になります。これについては何度も別のところで詳しく説明してきましたが、この事実は1500年頃のミケランジェロ・ブロンティのみならず、当時の人々が絶対に知る由もなかった事実です。なぜなら、こうした事実は2012年以後、私、林浩司が発見した事実だからです。On the other hand, it isGenerally explained that 18 people drawn in Jan Jericho's painting. This is an important point, so please count carefully. Yes, there are 18 people. However, another person was actually hidden. It seems that Jan Jericho, who is said to have painted this picture, might not have noticed this person either. I repeat, it seems that
John Jericho, who is said to have painted this picture, might not have noticed this person either. So, if so, then John Jericho did not paint this painting himself. If so, this is refutable proof that this painting is drawn by God, not by John Jericho. However,The another person is drawn as a hidden picture in a place that is very difficult to recognize. Please watch carefully.一方、ジャン・ジェリコーの描いた絵の中には、一般には18人の人が描かれていると説明されています。ここが重要なポイントですから、丁寧に数えてみてください。確かに18人です。が、実は、もう一人別の人物が隠されていました。この人物に、その絵を描いたと言われているジャン・ジェリコーも気がつかなかったものと思われます。繰り返します。この人物に、その絵を描いたと言われているジャン・ジェリコーも気がつかなかったものと思われます。つまり、もしそうなら、この絵を描いたのはジャン・ジェリコーではなかったということになります。これが、この絵の絵が、つまり神によって描かれたという動かぬ証拠ということになります。が、そのもう一人のその人物は、大変わかりにくいところに、一見しただけではわからないところに隠し絵として書かれています。注意深くどうかご覧になってください。In other words, 19 people are also drawn in the raft of the Medusa, the same as Michelangelo's. 19 people.And 19 people. In other words, that is to say that Jesus and 18 disciples are drawn. つまり、メデューサ号のいかだの中には、ミケランジェロが描いたと同じ19人の人が描かれていたのです。つまり、イエスと18人の弟子が描かれています。いたのです。I claim Jesus is also depicted in the painting of the Raft of Medusa. For proof of this, please have a look at the person in the bottom center. This man can also be seen wearing a crown of flowers on his head.A crown of white roses. So, this person is Jesus. Compare this with the person I Hiroshi judged to be Jesus in the Battle of Cascina, which is said to have been painted by Michelangelo Bernotti. そのメデューサのいかだの中にもイエスが描かれていたのです。その証拠に中央下に書かれている人物を見てください。この人物も頭に花の冠をかぶっているのがわかります。白いバラの冠です。つまりこの人物こそがイエスということになります。ミケランジェロが書いたと言われているカッシナの戦いの中の私、林博士がイエスと判断した人物と比較してみてください。バラ、バラ、バラ十字、ロシクルシャンズ、あるいはロシクルシャニズム、バラ十字教とも呼ばれています。1614年から1617年に、つまり匿名の秘密結社としてドイツで生まれたのが、バラ十字教団ということになります。そしてそのバラ十字教団はですね、その後急速にヨーロッパ、に広がっていった
ということになります。それがバラ十字です。ですからイエスがバラの冠をかぶっていたとしても何らおかしくありません。ただ一般にはバラ十字のバラというとですね、赤いバラが連想されているようですけれども、この絵に関する限りですね、ここに表現されているバラ十字のバラは白いバラということになります。This is a conclusion. So, what does Jericho's raft of the Medusa depict? Needless to say, Jesus and the 18 disciples fled to southern France out of fear of persecution by and of Inanna Maria. Jesus and Mary of Bethany escaped the persecution ofInanna Maria and others fled to Rennes-le-Château in present-day southern France and got married there. And then Jesus is murdered by Inanna Maria and others, and Jesus' sarcophagus is buried on Mount Bugarache near Rennes-le-Château. In other words, this is how the story of Jesus leadsTo southern France. 結論ということになります。では、ジェリコのメデュース号のイカダは何を表しているか、意味しているかということになります。言うまでもなく、イナンナ・マリアたちの迫害を恐れて南フランスへ逃げるイエスと18人の弟子ということになります。イエスとベタニアのマリアは、イナンナ・マリアたちの迫害を逃れ、現在の南フランスのレンヌル・シャトーへ逃れ、そこで結婚します。そしてイエスはその後殺害されて、ビュガラシ山にその石棺が葬られます。ついでですが、イエスたち一行はイカダに乗って南フランス、現在のフランスの南東部の海岸のどこかに着いたと私林浩司は考えています。その証拠がですね、カッシナの戦いと題された絵を見ていただくと分かりますように、背景がですね、岩だらけなんですよね、はい、でその様子とですね、南東部、フランス南東部の、まあ、海岸ですね、はですね、岩だらけの海岸であることがわかります。まあ、ピレネー山脈の東ということになりますけれども、つまりはレンヌル・シャトーおよびベガラシ山のあるあたりのその、東側ということになりますけれども、ご覧いただいてますように、岩場だらけだということです。つまりですね、カッシナの戦いはですね、カッシナの戦いに見せかけた、つまりはイエスと18人の弟子たちがですね、イカダに乗って、まあ、地中海を渡ってですね、そして南フランスに着いた様子を表している絵画ということになるのではないかと、まあ、考えています。まあ、現在皆さん、今ですね、皆さんに確認していただきたいことはですね、フランスの南東部の海岸線はですね、岩だらけだということです。そしてカッシナの絵の背景もですね、岩だらけだということです。つまりこのような形でですね、この絵を描いた神はですね、イエスたち一行、イエスと18人の弟子たちはですね、フランス南東部の海岸に着いたということを表現したと私林浩司は判断しています。まあ、皆さん自身の目で確認していただいてですね、岩だらけである点に注意してください。つまりこの点からもですね、イエスとその18人の弟子たちはですね、イカダに乗ってエルサレムから、地中海を渡って、まあ、フランスへと渡ったと、現在のフランスへ渡ったと、まあ、いうことになります。まあ、さらについでですけども、エルサレムの、まあ、周辺ですね、今度は逆にその中心がエルサレムあたりなんですけども、そのあたりの海岸線を皆さんにご覧いただきます。ところがですね、そのフランスの南東部と、
まあ、比較して対照的にですね、エルサレムのこの、まあ、海岸線、西側の海岸線はですね、砂浜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 と、まあ、続くわけです。つまり岩場はないわけですね。つまり右の上の絵がですね、これがイエスと18人の弟子がですね、まあ、どこかにいるということを示すということになるとですね、少なくともエルサレム周辺の海岸ではないということになるのではないでしょうか。まあ、それがですね、まあ、こうして実際に調べてみるとですね、わかるということです。まあ、つまり右の上の絵はですね、つまりはエルサレム周辺 を舞台にして描かれた絵では少なくともですよではないということになります。そしてこの絵がですね、イエスと18人の弟子を表したものであるとするならばですね、少なくともエルサレム周辺で描かれた絵ではないということになるのではないでしょうか。またそれを、まあ、カシナの戦いの絵はですね、間接的に私たちに示しているということになります。Jesus Christ was resurrected in the Renaissance after he was crucified, but as a matter of fact, Jesus Christ who was crucified was a proxy of another Jesus Christ. Today's story is a bit complicated, and I, Hiroshi Hayashi, say here in this video that there were two Jesus Christ, one is a real Jesus Christ, and another one is a proxy.The proxy one was crucified for the real Jesus Christ on that day in the year. Then Jesus Christ was resurrected, or as a matter of fact, the real Jesus Christ came back to this human world in the Renaissance and utilized such human artists as Luca Signorelli, Verrocchio, Leonardo, and Michelangelo as his obedient servants.I don't know his purpose and reason why the real Jesus Christ did so, but there appeared Jesus Christ after 1500 years after the proxy was crucified on that day. This is the main flame of this video, and you will know this hidden secret of the history, and it's my privilege that I, Hiroshi Hayashi, can show you another version of human history,which has been warped since the beginning days of the human history. Here is its proof and evidence. Oh, I almost forgot to talk about Jesus Christ who was crucified for the real Jesus Christ on that day. Of course, the proxy of Jesus Christ, who was a human, was killed on that day and died on that day. Because he was just a human, like other proxy, such as Signorelli,Verrocchio, Leonardo, Michelangelo, and some other artists and important men in the history. You can read this fact with me in this video through the two paintings. One is the Battle of Angeli and another one is the Battle of Cascina, both of which are said to have been created by human artists, Leonardo and Michelangelo, or puppet artists.Now is a time when we should know this message from Jesus Christ, as well as another hidden history of us, humans. Our history has been concocted not by gods, but by humans ourselves. イエスはルネサンスの時代に復活しました。が実際には十字架にかけられ処刑されたイエスは替え玉でした。実はもう一人別のイエスなる神がいました。今日の話は少し複雑ですが、つまり二人のイエスがいたということです。一人は本物のイエスであり、もう一人は替え玉のイエスです。その替え玉のイエスの方が処刑されたということです。そしてその本物のイエスがあのルネサンスという時代にこの地球に現れています。そして彼の従順なしもべとして、シノレッリ、ベロッキオ、ダヴィンチ、ミケランジェロといった人間たちを利用しました。その目的と理由は今のところペンディングにしておきます。これがこの動画の講師ですが、私、林博士はこの動画の中で証拠を添えて人間のもう一つの隠された歴史について話します。私たちが知っている人間の歴史は神々というより人間自身によって捏造されていたということです。つまり、ルネサンスについて言えば
シノレッリ、ベロッキオ、ダヴィンチ、ミケランジェロなどの画家たちは、本物のイエスの手下、つまり、替え玉だったということです。私はこれらの事実を、2枚の絵画、つまり1枚は、ダヴィンチが描いたとされる、アンギャリの戦い、それにもう1枚は、ミケランジェロが描いたとされる、カッシノの戦いのよう中心に、ここで説明します。つまり、彼らの作品はどれも、本物のイエス、つまり、1500年後のイエスによって作られていたということです。そして、それらのメッセージが、この絵の中に織り込まれていました。あ、そうそう、言い忘れるところでしたが、では、あの時処刑された替え玉のイエスはどうなったかですね。もちろん、その替え玉のイエスは死にました。一人の人間だったからです。広木林、ハーモマセリー、ジャパン。では、画面を見ながら説明します。上はミケランジェロが描いたとされるカッシノの戦いの絵です。そして下は、ダヴィンチが描いたとされる、アンギャリの戦いの絵です。共に壁画の下絵として描かれたものです。また、同時にこれらの絵はですね、壁画として描かれる予定のものだったようです。で、この構造を見てみますとですね、下をやや横伸ばししてみましたけども、同じだということですね。で、さらに上の絵にはですね、775027という数字が隠し込まれていました。すなわち、イエス、復活、聖書という意味だそうです。で、下がですね、例えば一つの例ですけども、ここに竜が書き込まれています。まあ、この中には十数個の隠し絵が描かれています。そして下にはですね、イエスが倒れて頭から血を流している様が表現されています。まあ、このように、共に隠し絵であるということですね。そこで、これら人物に、注意してみます。上は何度も説明しましたが、上は、まあ、赤丸で囲んだのはですね、イエスということになります。で、この7502という数字に注意していただきたいんですけども、この絵はですね、ミケランジェロが描いたんですけども、またダヴィンチが生きている時に描かれたものです。となりますと、ダヴィンチはですね、67歳の5月2日に亡くなったということになっていますけども、その死亡日もあらかじめ予定されていたといいますか、捏造された死亡日であることがそれでわかります。なあち、イエスは復活した、ということになるわけですね。聖書によってというふうに、まあ、理解できるわけです。そして、775027から数字を取って、ダヴィンチは自分の死亡日と、まあ、したわけですね。まあ、あらかじめ自分の死亡日を決めていたということは、彼の死亡日は捏造されたものであることがわかります。繰り返しになりますけど、ダヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったことになっています。なあち、今下の左に、まあ、皆さんにお見せしているのが、レオナルド・ダヴィンチの今から2000年前の姿ということになります。それは顔の照合でわかります。それも後で説明いたします。で、繰り返しになりますけど、775027というのは、まあ、そういった意味を持つ数字であったということになります。それで、まあ、その数字に合わせてですね、67歳の5月2日に、まあ、ダヴィンチは死んだということになるわけですね。1519年の67歳の5月2日という数字を、まあ、彼は選んだものと、林印は考えています。メイというのは5番目の月という意味ですからね。5月ということになるわけです。まあ、こうして、ミケランジェロは、まあ、隠し文字を隠して、そして、まあ、私たちにメッセージを残したということになります。で、一方、ダヴィンチが書いたとされるアンギャリの戦い、その中の一つの例をこれから皆さんにお見せしますけども、この下に倒れている人がいますね。で、ここに、この人に注意してください。これを反転しますと、頭に、降臨が書いてあるのがわかります。なあ、これも騙し絵の一つですね。降臨に、まあ、血に見せかけて降臨を書いたということになります。で、頭から血を流しているということになるわけですけども、これが、まあ、降臨、波動になるわけですね。で、その人、これが、まあ、イエスだという証拠にですね、この人の左手の甲を見ていただきたいんですけども、聖痕が描かれています。なあち、この人はイエスだということになるわけですね。で、まあ、ダヴィンチの描いたとされる方の絵では、イエスは死んだということになってますし、それからミケランジェロの描いた絵の方では、イエスは復活したとなっているわけですね。なあち、二人のイエスがいたということになるわけです。
まあ、いわゆる、処刑されたイエスと、それから復活したイエスですね。復活ということはまた現れたということですね。まあ、聖言をしっかりと皆さん確認しておいてください。まあ、このように、全く正反対の絵を描いたように見えますけども、もともとこれらの絵は、1500年後のイエスによって描かれたものだというふうに判断すれば謎が解けるわけです。で、もう一度検証してみますけど、この人なんですね。で、足の皮をペロッと吐いてますね。そして頭には鼻冠をかぶっています。なあち、これらのレプタリアンの群像の中で王であることを示します。そして、ダヴィンチ自身が書き残したスケッチ画と比較しています。これは、まあ、リオナルド・ダヴィンチということになります。この両者は全く一致します。まあ、ポーズが同じだけではなくてね、他の部分も一致するということです。二つに割れた顎、頬ですね。頬骨の大きな頬骨。それから小さな耳。その耳の下に、まあ、コブがありますね。そういったところ全部共通するわけです。顔の照合の場合はですね、違うところがないという点で判断して同じと判断します。それは皆さんがご家庭で出てますかね、撮られている写真と同じように考えてください。で、耳の下の出てますか、そのコブが特徴ですね。そして、尖った鼻、二つに割れた鼻先、鋭い目、細い眉毛、というふうにして一致していくわけです。なおち、左が、これは、ジーザス・クライストとなるわけですね。この人の、まあ、左腕がですね、ミケランジェロが彫ったペーター像の、右腕のコブと一致します。そのついてのビデオは後につなげておきます。それで、アンギャリの戦いの方に今度は焦点を当ててみたいと思いますけども、この中には何人かの男の人の顔が描かれてますけど、全部同じモデルを使って描かれたものと林博士は判断しています。比べてみてください。ややディフォルメ化して強調してありますけども、モデルは一人だということですね。先ほど言いましたように、違うところがないという点で、これら両者は同じと林博士は判断しました。耳の下のコブとかね、鋭い目、それから平たい、まあ大きな口で、それから尖った鼻などを皆さん順に見てください。なおち、アンギャリの戦いの男たちは皆、いわゆるまあ、自分、1500年イエスがですね、自分をモデルにして描いた絵だということになります。まあ、描いたというのもは、今で言う、まあ、コンピューター技術を使っていたと、林博士は判断しています。繰り返しになりますけども、顔の、いわゆる判断はですね、違うところがない、イコール、同一人物と見ます。それは皆さん自身の写真でもそれが言えると思います。で、これがアンギャリの戦いですけども、まあ、いろんな絵が隠されているわけですけども、もう一度この人も見ていただきたいんですけども、一見違ったように見えるんですね。ところが、細部の特徴は共通して表現されているということです。まあ、大きな口ですね。それから、小さな小鼻、頬骨、といったところで注意して見てください。すなわち、ここに描かれているのは全部、1500年後のイエスということになるわけですけども、この右の顔はですね、私は今から2000年前のキリスト教を立ち上げた時のイエスの顔だと判断しています。もうその証明もこの数日のうちにいたしました。そちらの動画をどうかご覧になってください。で、こうしてアンギャリの戦いの中に描かれているこの男性ですね。これは皆、まあ、一人の人物ということになるわけです。このイエスだけはね、別の人物かもしれませんけども、まあ似てるということで取り上げてみました。この人もそうですね。で、上がダヴィンチ自身が結局したイエスの顔ということになります。その証明も、いたしましたので、この前後の動画をどうかご覧になってください。すなわち、これは全部一人の、まあ、人物、すなわち、イエスですね。ジーザス・クライストの顔をベースにして作られた顔だということになります。それで、結論ということになりますので、まあ、結論を話しておきます。で、今言いましたように、アンギャリの戦いの中のこの男性の顔はですね、もともとになってますか、右のですね、イエスの顔を元にして作られた、まあ、ディフォルメ化した顔だということになります。そしてその人がですね、これが、ミケランジェロの描いた、まあ、レプタリアンの群像の中のキングとなるわけです。すなわち、イエス・キリストですね。で、この人の腕と、それからピエタ像のイエスの腕が、コブが一致します。いわゆる、まあ、コンセプトが同じだということです。ただし、これは皆イエス・キリストということになるわけです。そして、まあ、なんて言いますか、ダヴィンチという画家が活躍した。これもダヴィンチの作ですね。そして、ミケランジェロ。
論が活躍したことになるわけですけども、まあ、作り方のコンセプトと言いますかね、その、底流に流れる思想がこうして一致していくわけです。すなわち、これは、まあ、二人の芸術家ですね、いわゆる替え玉だということになるわけです。で、もう一度それを説明します。で、年代中に考えてみますけども、まあ、これがいわゆるキリスト教を立ち上げた当時のイエスの顔だっていうふうに林修士は判断しています。そしてこれがベロッキの書いたセントジェロームですけども、一応セントルジェロームということなんです。下の絵もセントジェロームですけども、これら4社はですね、細部に至るまで同じ顔をしています。なあち、ベロッキオも、それから、ダヴィンチも、って言われてる画家が描いたことになってますけども、本当は、空の画家が描いてませんけどね。そして、こうした作品を、左に来たが、ミケランジェロ右下が、これが聖外婦の顔です。それで、ミケランジェロの彫った、ピエタ像のイエスと、それから聖外婦の顔は一致します。それで、こういうふうに見ていきますと、まあ、これは、まあ、左からシノレイリー、それからダヴィンチ、ミケランジェロ、それからラファエルたちのこうした画家たちをですね、要するに1500年後イエスの 手先として働いたようなれば、操り人形であったということになります。で、実際に作品を作っていったのは、さらにその上にいた、ジーザス・クライストということになるわけですね。1500年後のジーザス・クライストということになります。で、これが、まあ、もう一度繰り返しになりますけども、左がアンギャリの戦いになんか書かれている男の絵です。中央が、まあ、2000年前のイエスの顔です。先生、みんな、デフタレの群像と私が呼んでいる、まあ、カシナの戦いの中の人物です。同じですね。ということは、みんなこれ、こういう形で繋がっているということになりますね。となると、ミケランジェロとダヴィンチがですね、その都度、まあ、丁寧に話し合ってこう絵を描いたかということは、まあ、ありえないわけですね。要するに、その上のもう一人、別の人物がこうした、まあ、作品を作っていたということになります。で、まとめますと、ミケランジェロ、それに、ダヴィンチですね。このダヴィンチの顔とシノレールの顔は鼻を除いて全く同じなんですよ。そしてこうした作品をミケランジェロは描いたと。作ったりした、描いたりしたと。それから、ダヴィンチはこうした絵を描いたと言いますけども、これらの、まあ、いわゆる、まあ、操り人形と言われている、まあ、言っている私が言ってるんですけどもね、画家たちはこうした作品を描いたり作ったりしたとは、ということはありえません。その上のもう一人別の、人物、すなわち、まあ、1500年後のイエスがですね、ルネサンス期に現れて、そしてこうした画家たちを手先に使って、そしてまあ、一応そうした画家たちが描いたように見せかけて、自分の思想なりを広めたということになります。で、これが、カシナの戦いの絵です。下がアンギャリの戦いの絵です。まあ、このような形で、1500年後のイエスはですね、強烈な、あるいは鮮烈なメッセージを私たち人間に残したということになります。で、最後の、まあ、結論ということになりますけども、このシノレリの絵を見ていただくとわかりますように、右下にですね、1500年後のイエスがいます。そして中央に、処刑されたイエスがいます。この一枚だけでですね、イエスが替え玉であったことがわかります。で、右の人物は、ダヴィンチの顔と一致します。で、1500年後のイエスの顔と一致するわけですね。セントジェロームの顔とも一致します。ということで、これがその証拠。で、ということになります。中央が替え玉。そして右が本物のイエスということになります。少し長いですけども、この謎は大変、そこが深いと言いますかね。謎は深いですから、どうかよろしくご覧ください。バイ。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about the real image of Jesus himself, and I am sure you will see his real image at the end of this video. And moreover, very surprisingly, I have found that Luca Shinoledi knew this fact I show you here in this video,And he painted several paintings which suggest that Leonard or Jesus himself and Jesus we say in the history is not a Jesus or a concocted image of Jesus, believe it or not. Here is my story about it with evidence. ダヴィンチは1500年後のイエスでした。で、そのことをミケランジェロと並んでもう一人の画家、ルカ・シノレッティも知っていました。そして、ルカ・シニョレティは、その事実を自分の描いた絵画の中に証拠として残しました。つまり、シニョレティの描いた絵の中には、得体の知れない老人が
随所に現れます。人間とは違った骨格を持った頭のはげた老人です。受胎告知の時も、イエスが幼児の時も、そしてイエスが処刑された後もです。どれも同じ老人です。なぜか、なぜか、なぜか。私はまずここに着目しました。そしてその老人がダ・ヴィンチの書いたジェローム、聖ジェロームですね、と同じであることを私は発見しました。つまり、ルカ・シニョリティの書いた老人とダ・ヴィンチの書いた老人は同じだったのです。その老人とダ・ヴィンチ自身の顔は一致します。そのこともこのビデオの中で説明しますが、それだけではありません。ミケランジェロは私がレプタリアンの群像と呼んでいる絵の中でダ・ヴィンチの顔を正確に模写しています。頭には花冠をかぶっていますが、同時に自分の右足の皮膚をベローっと剥いでいる点に注意してください。それもこの動画の中でお見せしますが、ミケランジェロはこういう形でダ・ヴィンチは人間ではなかったということを示しました。こうした事実を並べていくと、その向こうに巨大な謎が潜んでいるのがわかりますが、同時にそれがこの謎の答えということになります。ダ・ヴィンチは1500年後のイエスだったのです。そしてそのイエスは4世紀前後に今度は聖ジェロームの姿でこの地球に現れます。カトリック教会では Doctor of Church、わる偉大な聖人と呼び、毎年その命日を追悼しています。三大聖人の中の一人です。ダ・ヴィンチの書いた老人というのは、この聖ジェロームだったのです。そしてその顔は、自分自身の顔でもありました。つまりこういう形で、ダ・ヴィンチは聖ジェロームというのは、私自身だったんだよということを示したわけです。が一方、ルカ・シニョレティは、同じ顔、同じ姿の老人を、マリアの受胎告知、幼児のイエス、そして処刑後のイエスと共に書き込んでいます。つまりこうした事実をつなげていくと、ルカ・シニョレッティの書いた老人は、イエス自身ということになります。つまり、ルカ・シニョレッティの書いた老人は、イエス自身だったのです。理由はわかりませんが、ルカ・シニョレッティは、その事実を知っていたということになります。そして自分の書いた絵の中にそれを表現したというわけです。順にそれを説明していきますので、動画を注意深くご覧になってください。となると、どれがイエスの真の姿であり顔であるか、もう皆さんお分かりですね。それを今日はしっかりと皆さんに見ていただきたいと思います。で、画面は今、左が、聖ジェロームですね。そして、右がダ・ヴィンチの書いた聖ジェロームです。左の、図はですね、聖ジェロームとは書いてありませんけども、シニョリティの書いた絵です。この両者を比べてみますと、髭のあるなし、髪の毛のね、ややふさふさしているとかいないとかという部分は違いますけども、あとは同じですね。表現の仕方、コンセプト、そして、骨格ですね。特に首の下の骨の骨格に注意してください。そして、やはりこう、なんて言いますかね、3D モデリングの、技法を使ったのか、あるいは時間差を置いてデータを取ったのかしませんけども、ほんのわずかだけ動いているのがわかります。これはギリシャ彫刻、ガンダーラ、他のね、もろもろの、遺跡に残っている精緻な絵も同じ手法で描かれているのがわかります。ダ・ヴィンチの絵は特にそうですけどもね。そして、この部分を皆さんでしっかりと確認してください。そして、左のシノレティの描いた、私はこれ5ジェイコブの書いてました。間違いますね。ジェロームです。間違いました。ごめんなさい。聖ジェロームです。右も聖ジェロームですね。そして比べてみてください。で、聖ジェロームは、右の、ダ・ヴィンチの書いた聖ジェロームはですね、下にライオンの影が、書いてありますからわかりますね。聖ジェロームはですね、ライオンの棘を抜いてあげて、ライオンを飼い鳴らしたという、有名な逸話があります。ですから、この右の、男性は聖ジェロームと考えているわけです。そしてその骨格はですね、ダ・ヴィンチ自身が残した解剖図と比べてみるとですね、人間ではないということがわかります。首の付け根の下からですね、そして肩の端までざっと腱が伸びています。これはダ・ヴィンチの書いたモナリザもそうですね。そしてここの頸椎は13椎あります。
人間は七対ですからね。それから肩甲骨の形も違いますね。で、左はダヴィンチの描いたスケッチ画ですけども、まあ、このスケッチ画と比べていただくとわかりますように、やはりこうなっていますか。この、こうした骨格、骨はですね、人間にもあります。腱にも、腱もありますが、しかし、まあ、特異な大きさ、太さになっているということですね。そして大きなくぼめができて、首の付け根から肩の付け根まで、なだらかな、まあ、異様ななで方になっているということですね。すなわち人間ではないということです。同じ、まあ、スケッチ画の中の流れ、並びにですね、右のようなスケッチ画もあります。これは少し前にも紹介しましたが、この目に注目してください。左もよく見ますと、縦線一本だけの目ですけれども、よくわかりません。しかし、右の目の方はよくわかります。ここに注意してください。縦線一本ですね。左の方は、まあ、ちょっとこう、眼球がどこにあるかわからないような絵になっています。で、この、まあ、この縦線一本の絵の、まあ、眼球の持ち主というのは、ミケランジェロがシスティーナの礼拝堂に描いた、まあ、女性ある意味で、人の中にもあります。右の、向かって右の、まあ、この人のですね、これは男性ですよね。そしてこの頭はですね、まあ、人間離れして、すなわち人間の髪の毛じゃありませんね。そしてこの、まあ、人の目を見てください。向かって左の目が縦線一本ですね。そして右の目が、ちょっとまあ、ちょっと変わった目をしています。まあ、それ以上言いようがありませんが、そして反転してみますと、同じように並んでいるのがわかります。すなわち、まあ、ダヴィンチもですね、ミケランジェロも、こういう形で、ここに描かれている人は人間ではない。少なくとも人間ではないということを示したわけです。まあ、これは余談ですけどもね。すなわち、まあ、ダヴィンチはですね、こういう形で、まあ、レプタリオンを表現していたということになります。で、もう一度比べてみてください。右が、システィーナの礼拝堂の天井画に描いた、ミケランジェロの絵です。まあ、システィーナの天井画の絵はですね、みんなこのような絵ですから、また私はそれを説明しましたので、また別のビデオをご覧になってください。そういうか、こういう形で、まあ、ミケランジェロは多分ですね、こういう形でダヴィンチをからかったんじゃないかと思います。まあ、ダヴィンチはミケランジェロ相手にしてませんでしたけどもね、ミケランジェロは常にダヴィンチに果敢なく、まあ、挑戦していったということになります。まあ、これがですね、ミケランジェロの描いたレプタリオンの群像と私が呼んでいるものです。まあ、これは弟子がですね、スケッチ、まあ、して残したものだというふうに言われています。原画は残っていないと言われますけど、この中に一文字でイボット、そして下に7502と書いてあります。イボットというのは、まあ、イタリアの反対側のね、ボスニアの言葉で生命、生きるとかという意味です。あれは生きているという意味も訳せるんだそうですけども、7502に注意してください。これはダヴィンチが死んだ67歳、5月2日ってことになるわけですね。すなわち、ダヴィンチはこの日に合わせて自分が死んだことにしたわけです。67歳、5月2日ってことになるわけですね。しかし、その他の解釈の仕方もあるようですね。まあ、要するにこのイボット、すなわち生命、すなわちダヴィンチはそうして自分の死の日を設定して、まあ、死んだことにしたというふうに考えられます。ダヴィンチは死ぬわけがありませんので、67歳の5月2日という数字に合うわけですね。ですから、52という数字をとって、そういったことを表現したというふうに考えられます。そしてこの右にいるのがダヴィンチ自身なんですね。頭に花の冠をかぶっています。レオナルド自身です。左はレオナルド、ダヴィンチですね。まあ、この顔はダヴィンチ自身の実像と思われます。その顔をもじって、右の、まあ、中央のミケランジェロが花冠をかぶったダヴィンチの顔を描いたということになります。皆さんが持ってらっしゃるダヴィンチの像は巨像です。作られた、まあ、像ですね。まあ、巨像以上の、まあ、巨像と言いますか、作られた、根骨鉄された、捏造された、ポートレートということになります。これが、まあ、ダヴィンチの実像ですね。そして、その顔と同じものを、ミケランジェロが、まあ、レプタリアの群像の中の、まあ、右下、すなわち、まあ、中世ではですね、重要人物を左下、あるいは右下に書く習わしになっていたようですね。そして、この金冠をかぶせて、これが、このレプタリアの群像の中の、蝶であることを示したわけです。まあ、これが、ダヴィンチの実像ということになります。そして、この顔と一致するわけですね。まあそういうこともミケランジェロは知っていたということになりますね。そしてこの顔が1500年後のイエス・キリストということになるわけです。そしてまあ、ダヴィンチもこの顔をですね、自分のまあ姿として描いていたということになります。逆に言いますとね、ダヴィンチの顔と、まあこうした顔、あるいはその、先ほどのね、ジェロームの顔と一致するということは自分自身がイエスであることを知っていた。そして同時に、そのジェロームは私なんだよ、イエスは私なんだよということをダヴィンチは示したということになります。で、今度はレオナルド・ダヴィンチの話を少し回り道をします。で、今言いました左が、これがレオナルド・ダヴィンチです。そして右がですね、ダヴィンチが描いたと言われている、まあ、聖ジェロームの顔ですね。そして比較してみますと全く同じなんですね。違いを探すことができません。傾きが違いますから、比較の仕方がやや難しいですけども、右の下のコブね、それから出た頬骨。これは出た頬骨はダヴィンチの特徴です。
それからここにまあ小舟のものがあると。そして、右の下に、耳の下にですね、小舟がありますね。そしてシワ。そしてこのシワのコンセプトですね、同じですね。で、顎がですね、割れて突き出てますね。そしてここにくぼみがあって、というふうに調べていきます。違いを探すことができません。小さな小鼻。そして、鼻の中央がやや膨らんでますね。そして、大きな口、歯並びの悪い歯。そして、歯の数が人間の数でも多いように見えます。鼻の先が二つに割れている点も一致します。目の目尻のこぶ、筋も注意してください。そしてこの細い。この細い眉毛はダヴィンチの特徴です。ここにイボがありますが、そのイボも一致します。皆さんも注意深くここですね。注意深くご覧ください。ということを順に精査していきますと、今も言いましたように、違いを探すことはできません。すなわち、この両者は同じ人物、すなわち左がダヴィンチ、右もダヴィンチということになるのです。これは林博士が発見しました。そして、この両者は同じである。そして小さな耳、耳たぶのない小さな耳ですね。そういうところに注意してください。まあ、この耳というかね、これは人間の耳と大変よく似てる。まあ、人間というか、私たちの耳とよく似てるんで、まあ、よくここまで正確に書けたもんだな、という逆に驚きますけどもね。やや傾きが違いますから、穴の位置がずれています。そして、まあ、このダヴィンチの書いた、まあ、ダヴィンチですわね。そしてから右のダヴィンチの書いた、この、まあ、聖ジェロームの顔は一致する。すなわち、聖ジェロームはダヴィンチなんだよ。イコール、聖ジェロームもイエス自身だったんだよ。ということを、ダヴィンチはこうして間接的に示したということになります。こうして繋がっていくわけですね。で、もう一度確認してください。しつこい量ですけども、ここが特に今日の重要とまたポイントです。耳の下のコブ。これがダヴィンチの特徴ですから、あちこちでまあダヴィンチのね、まあ絵を描いたのを見たときには、この耳の下のコブを一つの手がかりにされていいと思います。そして、眉毛の薄い、細い眉毛ですね。そして、前も言いましたね、この右の下の目には、まあ、瞬膜といって、レプタリアン独特の目の膜が下にありますね。この眼球があって、その下に瞬膜といって、いわゆるサメとかね、昆虫、とか、ごめんなさい、爬虫類、それから犬、トカゲなどにありますが、この目地の様子も同じですね。そしてここに小さなイボがあります。ここにも注意してください。イボまで正確に書き込んであるすなわちこれは絵ではなくて、写真から起こした、まあ、絵ということになりますね。プリントアウトした絵ということになります。そして長い鼻中央が太って、膨らんでいます。向かって右の目は見にくいですけども、縦線一本のようにも見えますね。注意深くご覧ください。左の目ね。縦線一本のようにも見えますが、それはまあはっきりしません。この絵でははっきりしません。そしてこの顎のコンセプトですね。大きく前に突き出て、まあ、ということを今日ここでもう一度確認してください。ここが重要ですね。ということは、ダヴィンチ自身と聖ジェロームの顔は同じであるということになります。なあち、ダヴィンチはこういう形で、聖ジェロームというのは私のことだったんだよということを示しているわけですが、そのことを知っていた人はもう一人いたわけですね。それが冒頭に挙げました、いわゆる、ルカ・シノレティです。シノレティはですね、逆に今度はですね、まあ、イエスの、まあ、受胎告知、マリアの受胎告知、それからイエスの幼児の自衛、イエス、そして、イエスの処刑後と、それぞれ、まあ、の絵の中にまだありますけどね、全部で、私が探した範囲では6枚ありましたけども、老人、奇怪な老人の姿を描き込んでいるわけです。まあ、こうしてこの、まあ、老人を描き込んでですね、イエス、よりもですね、その老人の方が主体なんだよ、主役なんだよということを示したというふうに考えられるわけです。まあ、これがね、シノレティの書いた老人です。もう一度ここの、レプタリアの群像を見てください。ここで皮を剥いでますね。ベロッと。これは服を脱いでるんじゃありませんよ。皮を剥いでるところです。そしてこの、まあ、これ女性でね、これ、下あるということが分かりました。まあ、それについてのビデオはまた今度説明しますが、この女性になりますよね。女性はお尻の皮をペローと抜いています。透明の、まあ、シースルーのズボンということじゃありませんよ。そして右がダヴィンチです。足の皮をペローと剥いでいますね。これは靴下を履いてるんじゃありませんよ。注意深くご覧ください。これは足の皮をペローと神秘を抜いてるんですよ、ダヴィンチが。なあち、ミケランジェロはこういう形で、ダヴィンチはレプタリアンであることを示したわけです。そしてこの鼻冠をかぶった男性は、ダヴィンチ自身ということになります。そして同じ絵をですね、同じコンセプトを持った絵を、ルカ・シノレティが描いています。殻をベローっと見てますね。そしてこのお尻を見てください。薄い、透明の膜を被っているように見えますね。これは膜ではなく、まあ膜は膜なんですけども、要するに皮膚だ、神秘だということです。その説明は、まあ岩窟の成分の中でも説明しましたので、またご覧になってください。ラファエルも同じような手法で、隠し絵で、この神秘を書き込んでいます。で、検証していますが、もう一度これ見てください。ルカ・シネロリの書いた老人、そしてダヴィンチの書いた老人、聖ジェイコブですね。そして、まあ、これが、まあ、もう一度戻りますけども、
これがシニョレッティですね。そしてその前ではレプタリアンたちが人間を大量に殺戮しています。最後の審判なんかじゃないですよ。こういう形して、シニョレッティは事実を書き残したんですね。そしてこの中には、奇妙な老人が、書かれています。いわゆるまあ、受胎告知の時の、一番左が受胎告知ですね。そして、まあ、右の方が、処刑後の、老人ですとなりますね。そして同じように書いてあるってことはですね、全然年を取ってないんですね。この老人だけは奇妙なことに。ね。33年から4年の間があると思われるんですけども、全然年を取ってないってことになるわけです。右がダヴィンチの書いた老人です。もう一度しっかりとご覧ください。この首の下の三角形の大きなくぼみ、そして頭のコンセプト。それからこのお腹のへこんだ様子、足の傾けている様子。そしてこの手の位置がややずれてますけども、足もね、ややずれてますけども、まあこういう形で、ずれてるということは、向かって右の方は腕を曲げてますからね。まあしかし同じだということを皆さん見て、まあ一目してお分かりになると思いますし、これらの顔はまあ比較しましたけども、まあ比較するまでもなく同じ人物だということがわかります。では結論でことになります。いよいよ皆さんにイエスの真の顔をお見せいたします。まあお分かりかと思いますけども、これがまあ数直線で並べていますね。で、もう一度この数直線で見て、そして一番左がまあイエス・キリストが生まれた前後、中央が1000年、そして2000年と現在と続いているわけです。そしてこの、まあ、例年のをモデルにしてですね、シノレピがこうした絵を残しています。受胎告知、そして幼児のイエスの幼児期、そして、処刑後ですね、そして、4世紀前後に、セント、ジェロームが生まれますね。生まれというか活躍しますね。聖人中の聖人です。そしてそのことをダヴィンチとシノレディが表現しました。そしてダヴィンチは、セントジェロームがですね、自分だよということを示しました。同時に、ルナ・シノレッリは、こういう形ですね、左の上の絵の形で、主役は老人の方なんだよということを示しました。まあ、こうして話を、まあ、つなげてみますと、イエスは、30歳以前のね、イエスは全く不明ですからね、それもそのはず、30歳以前のイエスの物語とは全部作り話ですからね、イエスは誕生なんかしてませんのでね、要するにこういう形で、まあ、シノレディは、主役はこの老人の方だった。すなわち、老人の方こそが真の主役、イエスだったということを示したわけです。で、そのことをダヴィンチがですね、ルネサン期に、聖ジェロームを書き、それは私だったんだよ。そして、その老人というのは私のことなんだよ。すなわち、私が、イエス・キリストなんだよということを、まあ、示したということになります。すなわち、もう、誰が皆さん、イエスの真の姿かは、もうお分かりですね。この、まあ、年表をしっかりとご覧になってください。右のダヴィンチ、右上のダヴィンチ、そして左下のセイ・ジェロームですね。それからシノレッティ。皆さん、これが真のイエスの顔ということになります。今から2000年前も、そして1500年前も、そして500年前も、この顔の神でした。そしてイエスは人間ではありませんでした。ということで今日のビデオ終わります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world.Today's story is about a very strange man painted by Leonardo, a man who is supposed to be Saint Jerome, who died in 420, or Latin Christian priest, confessor, theologian, and historian, who also became a doctor of the church. Jerome is recognized as a saint by the Roman Catholic Church, and he is commemorated on September the 30th every year with a memorial.This is, however, just a story created by Christians, and as a matter of fact, nobody knows who this man painted by Leonardo was and where he was from. Then my conclusion in this video is that the man painted by Leonardo is not at least a human with a strange skeletal framework, and I say here as well that the man is Leonardo himself, orJesus after 1500 years. 今日の物語はダヴィンチの書いた一人の男性についてのものです。
キリスト教会側は聖ジェロームと説明しています。420年の9月30日に亡くなった聖ジェロームです。現在の今もローマンカトリックは毎年9月30日に聖ジェロームを偉大なファーザーと呼び追悼しています。が本当に聖ジェロームでしょうか？他の画家が描いた聖ジェロームと雰囲気は似ていますが、私はこの男性がダヴィンチ自身であると判断しました。しかもこの男性は少なくとも人間ではありません。骨格も人間のそれとは違いますし、さらに決定的な証拠が見つかりました。それについてはこのビデオの中でもう少し後に説明しますが、その目がレプタリアンのそれそのものであることを私は発見しました。で、まずこの聖ジェロームなる人物ですが、照合してみるとダヴィンチ、彼自身であることがわかります。左がダヴィンチです。で、順に比較してみてください。部分的に照合していきますと、違いを探すことができません。照合が続きますが、ここが重要ですから、皆さん自身でどうか確認してください。というのも、このダヴィンチの絵は大変よく知られた絵で、今までに何百人という研究者が研究してきた絵だからです。さらに、この絵を見たことがある人となると、世界中で100万人をくだらないのではないでしょうか。が、そうした人たちですら、この絵の中の人物の奇妙な目には気がつきませんでした。結論から先に言えば、以前に私が指摘しましたように、この男性の骨格は人間のそれではありません。ダヴィンチ自身が書き残したレプタリアンの骨格図と一致します。が、決定的とは言えませんでした。見方によっては、そのようにも見えるというふうに片付けられてきたようです。が、この男性はレプタリアンでした。さらに、今までの私、林博士の説を総合しますと、この男性はダヴィンチ自身であり、1500年後のイエスということになります。これからその証拠をお見せしますが、今画面では両者の照合を皆さんにご覧いただいています。左がダヴィンチの実像ですね。そして中央が、まあその男性の絵ということになります。まあ、レオナルドはこのようにですね、両者を全く同じ人物として描いているということです。両者を比べてみてください。特にこの耳の下のコブですね。これがダヴィンチの特徴です。そして大きな頬骨ですね。大きな頬骨が伸びています。そして鼻の頭がね、やはりこのダヴィンチの特徴だと思います。鋭い目つき、三白眼。そして細い眉毛ですね。これもダヴィンチの特徴です。そしてこの目を見ていただきたいんですけども、三白眼ですね。そして、まあこうして次々と一致していくわけです。で、目尻のこの、まあコブと言いますかね、ライン。それから、この吹き出物のようなね、ものがあるわけです。まあこうしたところが、特に目元のね、コブっていうかね、イボのようなものに注意してください。で、今度は反対側の目で見てみますが、まあこちらの方はちょっと見にくいんですけども、やはりこう、細い眉毛、そして、まあ鋭い目つきですね。まあ違いがありませんね。もちろん見る方向、角度が違いますから、多少違って見えますけども、まあ違いを探すのが難しいと。そして、突き出た顎ですね。そして、口、大きな口。そして、歯並びが大変悪いですね。まあところどころにこの白い歯が見えてますけども、歯の数も人間の歯の数よりも多いと思われます。左の図はですね、ミケランジェロ自身が描いたレプタリアンの群像の中の絵と一致します。すなわち、ミケランジェロは、ダヴィンチの正体を知っていた。すなわち、これがダヴィンチ自身であるという、まあ、ミケランジェロ自身がですね、その証人ということになります。そしてこの鼻の中央は膨らんでますね。まあこうしたところがダヴィンチの特徴ですけども、要するに、この右の、まあ、男性はダヴィンチ自身だということです。そこをしっかりと確認してください。で、その上で話を続けます。で、この男性ですけども、いよいよその証拠をお見せしますが、この骨格を見ていただきたいんですね。で、この歪曲した骨格、そしてここに古文がある。
これレプタリアン独特のコブですね。で、あばら骨も、まあ人間のそれとは違うと。それから特に喉仏の下からですね、向かって左側の腕に伸びている奇妙な剣ですね。そこに注意してください。この剣は人間にはないものですね。そしてこの目なんですね、問題は。この目の中に、この男性がレプタリアンであるという証拠が出てきました。この目を注意深く見てください。ここが今日のポイントということになります。目の中、目尻と、それから、その、目の上にですね、もう一枚こう、下まぶたがあるのわかりますか？そしてその向こうに目が見えていますね。今この矢印で囲んだところが、その目の中の目ということになります。これが、まあ、今日のポイントですね。そして、これが、まあ、この男性がレプタリアンだという証拠になるわけです。まあ、決定的な証拠ですね。まあ、そのようにも見えるという絵ではありませんね。皆さん自身で確認してください。もう一度見てみます。目の中に目がありますね。下がトカゲの目です。で、トカゲはですね、目の中にもう一枚、まあ、人間にはない膜といいますか、ありますね。目の中に目があるわけです。それが上の人間の中に表現されているということです。そしてその境目がですね、注意深くご覧くださいよ。ブツブツブツとこう、点々になっているのわかりますか？上の絵はそこまで正確に描いて、すなわちこれは絵ではなくて、写真から起こした、まあ、CD、まあ、なんていうんですかね、枝ということですね。写真から作った枝ということです。このトカゲの絵をもう一度見てください。その目の中の目の、ま、膜の境目に点々が見えますね。そして左がレオナルドであり、それと同じ人物が右の人物だということになります。そして右の人物の目の中にはもう一枚の目があるということになるわけですね。その目はトカゲの目と同じだということです。すなわち、右のこの男性はですね、ただの老人ではなくて、もちろん人間でもなくて、いわゆるレプタリアンだということになるわけです。そしてその顔は、レオナルド・ダ・ヴィンチの顔と一致するということです。もう一度確認してください。矢印で皆さんにお見せします。この目の中に目がありますね。これは下まぶたではありませんよ。向かって左側の付け根のところを見てくださいね。目尻に届いてませんね。そして今ちょっと絵にしてみましたけど、わかりやすくしてみましたけども、こうした目をしているということなんです。そしてその目はレプタリアン、すなわちトカゲの目だということですよね。トカゲにはこうした膜があるわけです。で、それを、ダヴィンチは、まあ、表現した。すなわちこれは、ダヴィンチ自身であり、そして1500年後のイエス自身だということになります。まあ、こうしてダヴィンチの像が使われ、これは元のリアルイメージですね。そしてこのイメージと今お見せしました、ジェローム、聖ジェロームと言われている老人と一致すると。そしてその顔から、このダヴィンチの虚像ですね。3D、2D モデリングって言ったんですかね。3D モデリング方式によって捏造されたダヴィンチの虚像ということになります。まあ、続くビデオの中では、目の中の目ということを説明します。レプタリアンは皆共通して目の中に目を持っていました。という話です。どうかお楽しみください。And bye! Another version of human history has been warped since the beginning days of our history. That is to say that we have another history, hidden secret behind our history, which we learn at school. The history of Jesus Christ is just one of them. Here in this video, I'd like to explain about it.And how I have found another history of Jesus Christ. First, I'd like you to watch carefully his right arm of a man in Pieta, a man with several strange bumps, which is said to be created by Michelangelo Buonarroti in the Renaissance. The same bumps are there on a man's left arm, right down in a sketched in the Battle of Cascina,which was also said to be sketched by Michelangelo Buonarroti. These facts indicate that the man in the Battle of Cascina is Jesus Christ as well as Jesus in Pieta. And then I also discovered another puppet artist, Leonardo da Vinci, sketched a man who is exactly the same as the man in the Battle of Cascina,Which means that these three men are the same one single man, or Jesus Christ. Today's story starts from here, and please remember that
Saint Jerome, painted by Leonardo, bears the closest resemblance with these three men. Each part of his face is exactly the same as the faces of the three men, which also indicates that Saint Jerome, painted by Leonardo, is also Jesus Christ. Then you see two Jesus Christ, or the younger one and the older one. Then I have come to a conclusion that the younger one is Jesus Christ of 2,000 years ago, and the older one is Jesus Christ after 1,500 years in the Renaissance.ピエタ像のイエスの右腕には奇妙なコブがあります。それと同じコブがカッシナの戦いの絵の中の右下にいる人物の左腕に描かれています。そしてさらにダヴィンチが描いたスケッチ画の人物とカッシナの戦いの絵の中の男性とは顔が一致します。ピエタ像のイエスとカッシナの絵の中の男と、そしてダヴィンチのスケッチの中の男がこうして繋がりました。つまりこれら三人は皆一人の人物、イエス・キリストということになります。さらにダメ押しをするなら、カッシナの戦いの中のその男は頭に花の冠をかぶっています。つまりこの群像の中の王であることを示しています。で、さらにダヴィンチが描いたセント・ジェロームを見てください。老人です。この男性とダヴィンチの描いたスケッチの男が一致します。顔が一致します。つまり、セントジェロームもイエスであったことを示します。となると、ここで二人のイエスが登場することになります。若いイエスと年老いたイエスです。となると、若い方のイエスは2000年前のイエス。そして、年老いたイエスは、それから1500年後、つまり、ルネサンスに現れた年老いたイエスということになります。広し林、浜松市、Japan. Now you see these three men are Jesus Christ, and you see another Jesus Christ here on the left side. Jesus Christ with a woman whose appearance is very queer. So, let's compare these two men with each other, then you knowthat there are no difference between them, which indicate the man on the left side is also Jesus Christ. So, be patient to compare them with sharp eyes and wide mouth and a very strange bump and also very sharpened chin, smell, nose, and a mote, a small mote here, and a small bump here. And small, they've got small ears, and very strange nose. Probably they got a very light color, blue eyes. So, these two men are the sameOne single, Jesus Christ. Jesus Christ of 2,000 years ago. So, we know two Jesus Christ. One is older and another one is younger. So, back again to this sketch. This sketch was...created on 2D photographic technology by Hiroshi Hayashi. The man or woman on the right side has a very strange head, elongated with elongated skull. And the man on the right side has got a very strange hat. And under a chin,Then this man has got a sort of life support equipment, I suppose. Under chin equipment to support his or her life. Probably this is a man. He looks a woman,
with a, a breast, but I think he's a man. Anyway, he's got a scar, I think, which is very similar to that one unearthed in Parcas, Peru. So, I think this man is from Mars, who helped or assisted Jesus Christ of 2,000 years ago. So, both are the same, with a very queer face. So, I'm sure Jesus Christ of 2,000 years ago was assisted or helped by this man or woman. And this is the painting in Alexander Nevsky Sofia, Bulgaria. Many UFOs are flying in the sky. And have a look at this man in the middle. He has got also very long head, probably cone head man with elongated scar. This man has also very close resemblance with the man on your left side. Let's make an examination. Back again to this sketch and watch carefully this Jesus Christ and under the chin. You see a very strange equipment which seems to be a life support equipment, I suppose. What do you think this is anyway? And also this man has got a very strange sort of equipment or sacked neck. I don't know which one is correct. Anyway, he seems to have a very strange neck. That is true. So, these three probably have got a very strange equipment or sort of life support equipment because they could not live on Earth without these equipment. Or, what do you think this is? And I talk a little bit about a proxy of Jesus Christ. This video was produced by me almost 2 years ago. I would like to talk a little bit about Holy Shroud found in Firenze. This Holy Shroud was discovered a short time ago, and they say this is Jesus Christ. This is restored image of Jesus Christ, and it says something about this in Japanese, something. Probably translated from the English one on Wikipedia. And this is Michelangelo Buonarroti. And this is Pieta. Pieta has got a very sort of a strange arm. Jesus Christ here has got a very strange arm with bumps which are very similar to those bumps created on in a sketch in the Battle of Cascina, but also Jesus Christ and Pietà has also very strangely has got a very close resemblance with the holy man in Holy Shroud. So this is another point, important point for today's video. So just compare them with each other. Jesus Christ on the left side is Jesus Christ in Peter, and Jesus Christ on the right side is Jesus Christ from Holy Shroud. So, you also see there are no difference between them which indicate these two Jesus Christ are the same as Jesus Christ. Then you say that this Jesus Christ is different from Jesus Christ I have shown you
from these sketches by Michelangelo and Leonardo. So I say there are two Jesus Christ, and these Jesus Christ were crucified, which are proxy for Jesus Christ. And these are sort of proxy, is that alright to say that? Sort of a Jesus Christ who died for real Jesus Christ 2,000 years ago. So, there were, used to be, two Jesus Christ. One is a real Jesus Christ, another one is proxy Jesus Christ. And proxy Jesus Christ were crucified for real Jesus Christ 2,000 years ago. I've got more evidence. There used to be two Jesus Christ from painting by Signorelli, Luca Signorelli. So anyway, just make sure that these two Jesus Christ are the same one single Jesus Christ who are proxy or proxy who died and crucified and died for real Jesus Christ. And this is a timetable, and you see Jesus Christ of 2,000 years ago, younger one. And this is Saint Jerome, painted by Verrocchio. Verrocchio was also a puppet artist in the Renaissance. And these four are Jesus Christ. And this is a proxy Jesus Christ who was crucified. And the Jesus Christ on the right side is a Jesus Christ on hairy shroud. And I say a proxy of Jesus Christ. And these artists worked as obedient servant to real Jesus Christ. So I say puppet artist. Signorelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, and Raffaello. These artists did not produce any paintings and sculptures, or a little bit they could do that, but these masterpieces were created by the real Jesus Christ of 1500 years later in the Renaissance. This is my conclusion I have come to. Thank you very much for watching, and please watch following videos for more information. Bye for now.
Jesus and his 19 disciples, including Judas the traitor and Mary of Bethany, escaped from Jerusalem on a raft or to escape the persecution of Inanna Maria. A painting by Theodore Giangelico titled The Raft of the Medusa depicts this situation. イエスと裏切り者のユダ、ベタニアのマリアを含む19人の弟子は、イナンナマリアの迫害を逃れ、イカダに乗ってエルサレムから逃亡します。その様子を表現したのが、テオドール・ジャンジェリコの書いたメデュース号のイカダと題された絵画です。この絵の中には、花冠をかぶったイエスと、それぞれ19人の弟子が描かれています。広し林、MMS City, Japan, November the 16th, 2023. This painting depicts Jesus wearing a flower crown and his 19 disciples.Jesus and his 19 disciples wash ashore somewhere on the coast of what is now southern France. This scene is depicted in a painting titled The Battle of Cascina by Michelangelo Bernardi. This painting also depicts Jesus wearing a flower crown and his 19 disciples.However, it turns out that the one who showed his hand out of water is Judas the traitor. Judas likely betrayed Jesus and his remaining 18 disciples and left there before landing in France. イエスと19人の弟子たちは現在の南フランスの海岸のどこかに漂着します。その様子を描いたのがミケランジェロ・ブラヌティの描いたカッシナの戦いと題された絵画です。この絵の中にも花冠をかぶったイエスと19人の弟子が描かれています。ただし水の中から手を出しているのがユダということになります。ユダはフランスに上陸する前にイエスと残りの18人の弟子を裏切ってその場を去ったものと思われます。Jesus marries Mary of Bethany in what is nowRenoir Chateau. The painting titled The Last Supper, said to have been painted by Leonardo da Vinci, depicts this situation. The painting depicts six people on each side of Jesus. There are six people each, so 6 plus 6 equals 66.66 means wedding in Jewish gematria. イエスは現在のレンヌルシャトーあたりでベタニアのマリアと結婚します。その様子を表現したのがレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる最後の晩餐と題された絵画ということになります。その絵にはイエスを挟んで左右に6人ずつの人物が描かれています。6人ずつですから、6たす6イコール66となります。66はユダヤのゲマトリアでは、ウェディング、婚礼を意味します。
However, after that, Jesus was chased, most probably by Nanna Maria, John the Baptist, and Judah the traitor, and was killed or murdered near Renelu Chateau. The painting titled The Entombment, said to have been painted by Michelangelo Buonarroti, depicts this situation. In other words, Jesus' disciples are not 19, but 18 without Judah the traitor. There are 18 disciples, but there is a cult that knew exactly this fact. That is Gnosticism. The Gnostic Bible says Jesus had 18 disciples. There were also female disciples among them. Repeat. The Gnostic Bible says Jesus had 18 disciples. There were also female disciples among them. Please just think. How do you translate these facts? が、その後、イエスは、イナンナ・マリア、バプティストのヨハネ、裏切り者のユダたちの追い打ちを受け、レンネル・シャトーあたりで殺害されます。その様子を表現したのが、ミケランジョ・ブラウンティンが描いたとされる、埋葬と題された絵画ということになります。つまり、イエスの弟子は、19人ではなく、裏切り者のユダを除いた18人だったということになります。18人です。が、このことを正確に知っていた教団があります。それがグノーシス教団ということになります。グノーシス教団の聖書にはこうあります。イエスには18人の弟子がいた。そしてその中には女性の弟子もいたと繰り返します。グノーシス教団の聖書には次のようにあります。イエスには18人の弟子がいた。そしてその中には女性の弟子もいたと。で、どうか考えてみてください。あなたはこれらの事実をどう解釈しますか？